知りたい知りたいもっと知りたい、動物のこともっと知りたい、知りたい知りたいもっと知りたい、マンボウのこと全部知りたい、マンボウは魚のお医者さんなんて呼ばれている魚です。周りを泳ぐと元気になる、それもそのはず、産んだ卵を片っ端から食べられている。マンボウ一回に2億から3億も卵を産むのに、大人のマンボウになれるのはその中の1、2匹しかもね。マンボウ泳ぐのが苦手、魚のくせに泳ぐのが苦手。マンボウ水槽にぶつかって死ぬから、水族館ではビニールに入れてます。